皆さん、こんにちは。はい、どうも、ラッピーでございます。今回は、なんとネイルサンドのコラボでございます。いやー、ありがたい。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、なんとなんとネイルサンドのコラボということでね、YouTube のチャンネルと、Twitter のリンクを貼っておきますので、説明欄からどうぞ。今回の企画は、なんとレイルさんが考えてくれてまして、お互い1分で描いたイラストがあります。1分なんでね、とても難しいわけですよ。1分の間に、手の思うままに描くわけですよ。はい、描き終わりました。で、そのキャラクターを交換します。で、こちらに来たキャラクターを見て、きちんとリメイクして描くという、企画になっております。いやー、面白そう。はい、そしてレイルさんからいただいた1分で描いたイラストがこちらになります。ドン。私じゃ絶対に思いつかないような可愛らしさが出てる。もうで、なんかレイルさんも私が最近かっこいいキャラクターを描いてたから、普段ね可愛らしい感じにしてほしいっていうお願いをいただきまして、いやー、分かってらっしゃる。私という人間分かってるね。ちょっと今回は久しぶりに可愛い系のイラストで入れてみようかなと思います。さあ、では早速キャラ作りをしていこう。どうぞ。一本お絵描きいきまーす。ほい。ほい、目描き、描き、はい、痛い、痛い、痛い。顔は、あーどうしよう、ギザギザにしとこう。すごいキャラクターが生み出されてる。おう、ほうほう。これは縛ってて。はい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 。おーい。あ、ちょっと。これ、人ってこんなぐちゃぐちゃな絵を生み出すことができるんだね。ちょっとこれをリメイクするレイルさんがすごいかわいそうだけど、お願いします。いや、もうこれもキャラクターじゃないよね。3歳児の絵だよ。あ、3歳児に失礼。レイルさん。こちらどうか受け取っていただいてお願いします。で、わかった。私は早速レイさんのイラストをちゃんと色も塗って描いていきたいと思います。いくでThank you.
めちゃ久しぶりにコミックを使いましたね。最近なんかデジタルの絵ばっかり描いてた気がするから。そして今回はお夫婦さんのねマーカーも大活躍でしたね。今回の完成図はこちらになります。どうぞ。うー、最近可愛い絵を描いてなさすぎて自分の中での可愛いがちょっとこんがらがってたんですけど、まあ良いのでは。可愛いですよね。このさ眉毛がチョーンってしてるとことさ、まつ毛が厚くてさ、おとなしめな感じを連想できたらいいかなと思ったんだけど、どうかな。お姫様みたいよな。レイルさんの考えてた配色ともしかしたら違うかもしれないんですけど、私のイメージ的にはこの色でした。とても可愛くできたのでよかったです。レイルさんありがとうございました。なんか私の視聴者さんってさ、みんな絵上手い人だよね。ちょっとね驚いちゃうもん。の視聴者さんのさチャンネルとかアカウント行ったらさ、うまーって、そう、新たな発見をさたくさんさせていただくよね。そこでいつもありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。